今週のまとめだにゃん。みんなはこれ好き？どうもどうも、ニュース大好きマスクニャンです。カプセルといってなんでこう魅力的ニャンだろう。欲しいアイテムが出なくてついお金をつぎ込んじゃうんだよにゃ。今日はそんな大人気のカプセルトイのニュース。今朝、都内のカプセルトイ専門店、女性も男性もお客さんがひっきりなしです。足りないですね。動きが早いんですか？早いですね。結構問い合わせもあったんで。補充しても補充しても足りないというガチャがこちら。小さい公衆電話です。手のひらサイズの公衆電話です。1971年に設置された赤電話から現在の公衆電話まで全6種類。精巧にできてるそうなので、これはもう保存しないといけないなと思って。人気の理由はその精巧さ。受話器がカールコードって、受話器を外すことができ、フックも上下します。ボタンを押せてコインの返却口も開閉します。軒並み完売店が続出して、まさかこのスマホ時代にここまで公衆電話が注目されて売れることになるのは本当に想定外の。ちょっとこれをご覧ください。これが日本で最初の公衆電話なんです。日本に公衆電話が登場したのは明治時代。当初は高価でしか使えませんでしたが、後にテレホンカードが登場。どこの公衆電話も混んでいました。1993年に登場したのは金色の公衆電話。天皇陛下のご成婚を記念し、当時25台だけ設置されたものです。これもミニチュアになりました。開発のきっかけは NTT 東日本からの提案。携帯電話の普及で公衆電話の利用が減り、去年の調査ではおよそ8割の小学生が使ったことがないことが分かったためです。使い方とか分かる？分からない。災害時には有効な通信インフラ、子供にも使えるようになってほしいというのが開発の理由です。親御さんで公衆電話ちょっと使ってみようかっていうようなきっかけになれば。そんなミニチュア公衆電話、中にはレアアイテムがあるそうで。あ、待って、すごい、これ2つ受話器ついてないですか？20年ほど前に登場した3人同時に通話できるデュエットフォンです。現在日本に3台ですが、貴重な1台が川崎市の中原区役所に。あんまり普段は見かけない。初めて使います。区役所の職員ですら初めての体験。スーパーデチャンネルです。あ、もしもし聞こえますか？あ、もしもし聞こえております。もしもし聞こえますか？聞こえております。おすごい、ちゃんとつながってる。結婚の報告とかご両親とかにされるといいかなというふうには考えています。なるほど、公衆電話にもいろいろ種類があったんだにゃ。中でも僕が気になったのはやっぱりゴールドに光り輝く公衆電話。今はもうないっていうから残念だにゃん。
この公衆電話、使うことがあまりないっていう人も多いと思うけど、災害時に有効な通信手段として注目されているんだにゃ。NTT 東日本によると、市街地ではだいたい500メートル四方に、その他の地域でもだいたい1キロメートル四方に設置されているそう。どこにあるかは、ホームページなどでも検索できるから、場所を確認しておくといいにゃ。使い方は簡単で、1、受話器を上げる。2、効果かテレフォンカードを入れる。3、電話番号をダイヤルする。の3ステップにゃんだけど、災害時には無料で使えるようになる場合もあるんだって。僕の公衆電話の講習、どうだったかにゃ？今日も寒くて家から出たくないにゃ。どうもどうも。最近家で過ごす時間の多いニュース大好きマスクにゃんです。みんなはどんなお家に住んでる？今日は国会議員のお家、議員宿舎に関するニュース。ほとんどシートに覆われて中の様子は見られませんが、着々と建設は進んでいるようです。地下鉄の永田町駅から徒歩5、6分、都心のど真ん中、東京千代田区に建設が進められている参議院の議員宿舎です。8階建てで全部で56部屋、間取りは2種類あって 3LDK と 1LDK です。気になる家賃ですが、 3LDK が158,006円、一方 1LDK は109,239円と想定されることが分かりました。都心の一等地で新築の 3LDK がおよそ16万円で、新築の 1LDK がおよそ11万円という家賃に街の人は。安いね、ちゃんと仕事するのならばいいんじゃないですか。ちなみに周辺の物件に詳しい不動産業者によると、同じ立地で同じ広さの 3LDK の場合、およそ60万円が相場だといいます。これに対してネットでは、国会議員だけずるいって感じがするな。そもそもそんな一等地に住む必要あるの？いや、庶民は15万すら払えないよ。この議員宿舎の建設費はおよそ50億円で、来年2月頃に完成する予定です。にゃんと、東京都内の一等地なのに 3LDK が月15万円台とは、安くてびっくりだにゃん。この参議院の清水谷宿舎は1969年に建設されて、古くなったものをおよそ50億円かけて建て替えたものだにゃん。中には一般の人が利用できる施設も入る予定にゃんだけど、議員宿舎は都内やその近くに自宅を持たない国会議員が利用できて、清水谷以外にも都内に複数あるんだにゃん。いずれも家賃が同じ地域の相場よりも安いんだって。例えば衆議院の赤坂宿舎の場合、 3LDK で家賃は月13万円台にゃんだとか。みんなが家賃にカチンとならないように、国会議員にはしっかり仕事をしてほしいにゃん。すん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 。どうもどうも、ニュース大好きマスクにゃんです。ダンゴムシってかわいいにゃ。触りたくならにゃい。今日は大きなダンゴムシことダイオウグソクムシのニュース。
鳥羽水族館によりますと、10月に体の後ろ半分が脱皮したダイオウグソクムシが水槽の中で死んでいるのを今日午前9時50分に飼育員が見つけました。ダイオウグソクムシは後ろ半分の脱皮の後、前半分が脱皮するとされ、この個体は10月に世界で5例目の後ろ半分の脱皮に成功し、世界初の完全脱皮に期待が寄せられていました。鳥羽水族館として3回目の脱皮で、過去2例に比べて順調に進んでいたので、ちょっと残念な気持ちが大きいですね。ヤビーン、世界初ならず、そして死んでしまったとは悲しいニャン。このダイオウグソクムシの脱皮、一生のうちに何度脱皮するのかや、1回にかかる時間も分かっていないんだって。ところでこのダイオウグソクムシって水族館の人気者って聞くけど、そもそもどんな生き物なのか知ってる？ダイオウグソクムシは世界最大のダンゴムシの仲間だにゃん。メキシコ湾などの深海の海底に生息していて、成長すると体長約45センチ、体重は 1.7 キロ程度になるらしいにゃん。にゃんと猫と同じくらいの大きさのダンゴムシってことになるにゃん。2対の触覚と7対の足、さらに遊泳脚と呼ばれる平べったい足を持つのが特徴で、歩行だけでなく泳ぐこともできるんだって。海底に沈んだ魚やクジラの死骸、弱った生き物を餌にすることから深海の掃除屋とも呼ばれているそう。その生態は詳しくは分かっていないんだけど、水族館では何日も同じ場所から動かないということがよくあるらしいにゃん。ちなみに漢字ではダイオウグソクムシ、このグソクは日本の鎧や兜を表す言葉にゃんだって。背中側の甲羅を見ると納得だにゃん。次回の脱皮は兜の尾を締めて頑張ってほしいにゃん。にゃんちゃって明日も見てにゃん。道の旅へ。どうもどうも、ニュース大好きマスクニャンです。みんなは大ヒット中のあの映画見た？今日はアナとエルサもびっくりの魔法の氷のニュース。魚がわずか数秒で急速冷凍です。水槽から取り出した魚がわずか数秒でカチカチに。塩分濃度 23.5% の氷につけた魚は従来のおよそ20倍の速さで凍るため、細胞が傷つかないまま産地から送ることができ、冷蔵で輸送するよりもコストがおよそ半分で済むということです。とても脂が乗って鮮度を感じます。全国の漁港などでは魚をさばく人材が不足していて、この技術が解決策の一つになると期待されています。急速冷凍された魚は未来の駅サービスの実証実験で販売されていて、 JR 東日本ではこの技術を地産品の流通活性化などにつなげたい考えです。にゃんとお魚があっという間にカチカチだったにゃ。実はこれベンチャー企業が開発した世界初の画期的な技術なんだって。普通水は0度で凍るけど、塩水は0度以下でも凍らないんだにゃん。ところがこの会社はこれまでは凍らせることが難しかった、かなり濃い塩水を凍らすことに成功。それを雪のようなサラサラした氷や泥のような柔らかい氷にすることが可能になったんだって。この氷を魚介類の冷凍に使うと急速冷凍ができるというわけ。一気に冷やすことで細胞が原型に近い形を保てるから鮮度も高いままになるらしいにゃん。さらに解凍は流水でサッとできるんだって。
ちなみに技術的にはお魚以外猫も急速冷凍できちゃうらしいにゃん。にゃびーん。みんな昨日の満月見た？どうもどうも、ニュース大好きマスクニャンです。昨日は今年最後の満月だったんだにゃん。月といえば近い将来旅行に行けるようになるって話だったはず。今日はそんな宇宙旅行を見据えた新型の宇宙船が公開されたっていうニュース。ボーイング社が開発している新型宇宙船スターライナーの訓練機が公開されました。コンパクトですが最大7人が乗れるそうです。僕人形があるんですけれども、打ち上げ時はですね、実際に宇宙飛行士このように寝た状態で打ち上がるということなんですね。目的は国際宇宙ステーションに飛行士を運ぶこと。スペースシャトルの後継機として NASA の正式採用を目指し、今月20日にもテスト打ち上げを行う予定です。さらに将来的には民間人の宇宙旅行も見据えているといいます。We have enhanced the capability and used newer technologies within the space, within our Starliner to make it more reliable and affordable. Our spacecraft is basically like a taxi ride to go to station and come back to Earth safely. なるほど。宇宙船っていうとスペースシャトルが頭に浮かぶけど、こんなにコンパクトだとはびっくりだにゃん。このスターライナー、スペースシャトルからどこが進化したかというと、一つはパイロットの操縦が簡単になったんだって。操縦室にこれまで3000くらいあったボタンが30分の1以下の100くらいに減って、コンピューターによる自動操縦もできるようになったらしいにゃん。二つ目は機体の再利用が可能になったんだって。着陸の時には内蔵されているクッションが使われるので機体へのダメージが減り、10回程度繰り返し使えるらしいにゃん。 NASA は2011年以来のアメリカ本土からの有人飛行の再開を目指していて、民間企業に宇宙船の開発を依頼しているんだにゃん。ボーイング社の他にあのイーロン・マスクさん率いるスペース X 社が開発にしのぎを削っているんだにゃ。来年どちらかに決まる予定で、この新型宇宙船には日本人の宇宙飛行士野口聡一さんも搭乗する予定にゃんだって。どっちの宇宙船になるか注目だにゃ。マスクさんもこう言うのかにゃ。宇宙船はうち優先でにゃんちゃって。今週も見てくれてありがとにゃん。チャンネル登録よろしくにゃん。